ふむふむ、声を出して応援する場合は喉飴を持っていきましょう。だってよーし、喉飴いっぱい持っていこう。鹿尾さん、あんまり甘いもの食べ過ぎちゃダメですよ。ただでさえハロウィンでたくさんお菓子食べてるんですから。太ってないよ、太ってないよ。だだだ大丈夫、喉飴はノンシュガーレスのやつ持ってくから。ノンシュガーレスってつまり砂糖入ってるんじゃ。あれ、チャンネル登録よろしくお願いします。シカサポチャンネルの兄です。弟です。本日は J1 第35節川崎フロンターレ対鹿島アントラーズの感想となります。結果1-3で勝利です。川崎フロンターレにダブル、14年ぶりのダブルですよ。ウキウキですね。そして中央監督、初勝利おめでとうございます。おめでとうございます。この間の停滞した福岡戦を受けて、中央監督がどんなメンバーで来るか注目だったのですが、前節から樋口選手、仲間選手、三沢選手、この3人がスタメンに返り咲いています。フォーメーションも4バックはそのままですが、2トップに戻してきましたね。アントラーズ伝統の 4-4-2 です。ベンチに津久井選手、ライコ選手、タールス選手、名護選手、ある程度ねパスのテンポを準備しつつ、川崎の出方に合わせてパワープレーも組んだようなベンチメンバーってことかな。それでは試合の方を振り返っていきたいと思います。今回の川崎戦はオープンな立ち上がりからです。まあ選手間のスペースが広い広い、試合が進んでくれば間延びするっていうこともあるんですが、今日はいきなりなんか選手こんなにスペースあるんだって、そんな風に始まりました。諸岡選手が川崎のディフェンスラインを引っ張っててくれたからじゃないかな。追随する形で仲間選手も駆け出してくれるしね。その諸岡選手から鈴木馬選手を経由して、最後仲間選手がシュート、8分ぐらいのシーンですね。いやーいいシュートでした。仲間選手が左サイドから打ったシュート、福岡戦ではほとんど見られなかったような生きたシュート、弾丸シュートですね。でもそれよりもやっぱり諸岡選手のあのお遊びタッチ、あのバカにしてるわけじゃないですからね。あれどうせオフサイドになると思ってあのタッチだったのか。ごめんなさい、正直本当わかんないんですけど、やっぱ遊び心は大事だと思います。それでそのままゴールシーンですね。柴崎選手のナイスパス、これぞ柴崎学。確かに本当ボールタイミング素晴らしかったです。確かにフリーはフリーなんですが、結構柴崎選手これ距離ありますよね。あれピンポイントに蹴れるんだもん、もうさすが柴崎選手だわ。そして知念選手のヘディング、これがねこの間の福岡戦では決まらなかったんですよ。セットプレーで似たような形あったんですけど決まらなかった。今日はもうバッチリ決まりましたね。とどろきですからね、燃えないわけないですもんね。ジャンプ一番めちゃめちゃ高いよね。まあぶっちゃけセットプレーのディフェンスは福岡の方が硬いなってのはある。約束事が多いんでしょうね。まあ他チームを比べるのはあまり良くないと思います。知念選手フリーだからな、言ってしまえば一歩寄せが足りない。その後も11分に諸岡選手が膨大なスペースに走り込む。あれも柴崎選手が綺麗な血を這うようなスルーパス出してくれまして、もう何種類パスの種類あるんだか。鈴木馬選手のポストもお見事でしたもんね。諸岡選手あれは、まあ、決める決まらないは別として、シュートまでは行ってほしかったですね。ファーストタッチがちょっと大きくなりすぎた。諸岡選手ならもっとできる、もっともっとできると思ってます。あとは折り返し、当然ね仲間選手のランが見えてたはずでしょうし、どっちかにしようかまあ悩んだんだろうね。攻撃の選手ならあれはシュート行くとは思う。っていうかシュートに行こうとしてちゃんとシュートしてほしい。入る入らないは時の運でしゃあないとしても、体の向き的にパスを出すっぽい感じでもあったんですが、実際あのパスが通ってればねもう完全に1点です。仲間選手あの距離でフリーなら絶対決めてくれる、多分決めてくれる。逆に時間が多すぎてパスかシュートか迷っちゃった的なやつなんですかね。これは2点目はショートカウンター、綺麗に決まりましたね。安西選手の見事なパスカットから鈴木馬選手がちょっとシュート打てなくて、あこれはダメかなと思ったところを樋口選手が走り込んでドーンとやってくれましたわ。飛び込んできてくれましたね。やっぱ数のある攻撃は見てて楽しい。樋口選手ここに来て決定力が上がってきたような気がします。新潟戦でも似たような形で樋口選手がいいフィニッシュやってくれたんで、これからもこの形期待したいと思います。新潟戦で思い出したんですが、今の鹿島って相手がボール保持したがるチームには結構強く出れますね。本当はね福岡みたいなガチガチの守備も崩したいよね。その後20分過ぎぐらいに川崎に結構いいミドル打たれまして、川崎戦ってああいうミドル決められるイメージがあるからなんか怖いんですよ。イメージっていうかそのまあトラウマですね。事実何本か決められた記憶ありますね、中村健吾選手筆頭に。つうかそれ言ったらミドルで決められるトラウマもあるし、崩されるトラウマもあるし、こっちのミスのトラウマもありますぜ。もう本当長年川崎には2英雄飲まされてきたんで、もうシーズンダブルなんて嬉しくてしょうがない。鹿島としては大事になってくること、それは川崎の攻撃を単発で終わらせること、もうとにかくリズムを渡さないことですもんね。次は3点目、三沢選手のゴールです。まさかミニ SB で三沢選手のゴールが今シーズン中に見られるとは思いもしなかったです。あの左足のシュートうますぎて笑っちまったよね。
こういうミドル鹿島で見たのは本当久しぶりな気がします。これどこでキーパーの位置確認してたんだろうな。ダゾーンで映ってる範囲では全然そんな感じじゃなかったんですけど、本当いつでもシュート狙う姿勢って大事ですよね。というか三沢選手ってこんなにシュート上手かったんだ、コントロールシュート上手かったんだとも思いました。今日の注目点は一番は三沢選手のサイドバックスタメン起用でしたもんね。この間の福岡戦で三沢選手のサイドバック右サイドバック言わなかったんですけど、ちょっとうーんと思ってたんで、いやもう今日は恐れ入りました。ゴールシーンだけでなく守備もバッチリです。そうですよね、今日の仕事一番は三沢選手、川崎のマルシーニョ選手を1対1で完封する、それが一番の役割でしたもんね。能野選手以降右サイドバックのゴール期待値が上がってる気がする。誰が出ても鹿島は鹿島がこういう形で出てる気がする。積極的な攻め上がりではなくフィードで攻撃をリードする三沢選手、時には意図的に前の選手のフォローに行かず前の選手のイマジネーションを引き出すプレーもあります。三沢選手のサイドバック起用、2013シーズンの現中田 FD が僕にはダブついて見えます。まあ右左の違いはありますけどね。じゃあ全然違くね。まあまあまあ確かにそうなんですけどね。その分本職を務める左サイドバック安西選手は積極性が求められる中、今日は再三上がってくれました。うん、今日は安西選手めっちゃ良かったわ。福岡戦ではあんまり見れなかった左でゲームを作るっていうのが今日は安西選手のところでバッチリできてました。ボール奪って起点にもなったり、ちょうどここにいてほしいっていうところにいてくれるんですよね今日の安西選手。それと今日鈴木馬選手がね、下がりすぎないし下がった時も効いてる、ちょうどボールの中継役、つなぎ役、そしてゴール前にいてほしい時にはいてくれるんですよ。このバランスがすごい良かった。そして何より鬼キープ、今日の鈴木馬選手キープがすっげーできんの。あんなに良かったのはいつだ、アウェーの広島戦であんな感じですげー良かったんですよ。まあ、前半最後の方は若干川崎に攻められてはきたんですが、それでも3点、川崎相手に前半で3点、最高の前半です。正直川崎が勝手にパスミスしてくれるなーっていう風にも見えましたよね。ぶっちゃけこれ点差ほど川崎との差があったかっていうと、結構こっちも危ないシーンは前半から作られてたんですが、最後の最後は川崎ミスってくれた。今日の鹿島ボール持った時には特にそうなんですが、やることがシンプルで、そうなってくるとフィジカルで1対1勝てるんですよ大体の選手は。鹿島はそういう選手が揃ってますね。1対1のフィジカルの強さが出せる、そうなってくればもう鹿島のゲームなんです。今度は後半川崎がこのまんまでは終わらないだろうなと思ってたら、やっぱエンジンかけてきまして、もう超やばいピンチあったじゃないですか。よくまあ外してくれたと言いますか、防げたと言いますか。鹿島側も川崎側も許されないミスですね。あれはもう防げたのは半分以上運が良かった。たまたま今回は入らなかっただけで、10回中9回はまああれ入るでしょう。あとは雨の影響ピッチもあったですけどね。後半に入りだんだんマルシーニョ選手が三沢選手に慣れてきたなというのは感じてました。悪い時間を迎えるもここで失点しなかったのは後々を踏まえて今日のゲームのポイントになりましたね。三沢選手を起用しといてで言うのは何なんですけど、やっぱり守りに入らないこと、これが大事になってきます。しかしあの川崎のラストパス、あれはいいとこだわな。キーパーとディフェンス最終ラインのちょうど間に速いパス、横でゴロ、あれはなかなか止めらんねえっていうか、あれをやられたらきついわ。どれだけ警戒してもああいうパスは何回かに1回は出されちゃうんで、ああいうのをいかに減らしていくかですね。理想はゼロにすることですが、2回を1回にするとか 0.5 回にするとか、とにかくなるべく減らしていきたいと思います。その直後もありましたよ兄さん、あれも1人ずつ釣り出されて一番最後大外が人数足んなくなってんだよね。三沢選手もあの場持ち場離れるわけにもいかなかったから、どうしても対応が遅れて、それでも最後外してくれた。多分あれ川崎の同じ選手でしょ、外したの山田選手、同じ選手ですね。鹿島としては助かりました。まあ川崎としては今日はそういう日だった、入らない日だったということで勘弁してください。崩されたわ崩されたわな。これが川崎の強みのパスワーク。この時瞬間三沢選手が1人で1対2、2人見なきゃなんない状況だったんで、この前に止めるのができれば理想ですね。それを目指していきましょう。実際三沢選手あれかなり難しい対応だったとは思うんですよ。もうよくぞ止めてくれたというか、入んなくてよかったというか。13番の選手もシュートの可能性もあったし、マルシーニョ選手に出させる、ただしマルシーニョ選手のシュートは絶対になしっていうディフェンスをね迫られたね。その後知念選手が交代しまして、これは大事を取っての交代だと思いたいです。怪我の方が心配です。名古屋戦に
には間に合わせてくれると信じています。それで知念選手に代わって船橋選手が入りました。2試合連続の出場です。その船橋選手は潤滑油としては僕は良かったと思います。僕の感想としてはそこが一番に出ますね。まだ自分のプレーを出すのは遠慮してる感が若干あります。チームプレーとしてカバーとかはねもうすごく良かったんですよ。決定的な仕事とかそういう自分の色っていうところではね。あとは柴崎選手とのコンビは強度は心配だったんですが、まあここはうまくいなしたなと。いなしきれない場面もまあまあまあありましたが、まあまあうん、うまくいったと思います。全体的にはこの時間帯無失点だったしね。あとはより福岡戦に比べて船橋選手は長い時間ゲームに出たんで、これも本当何よりの収穫ってことですよ。それからもう一人交代選手津久井選手、もうナイス守備、すっげーやれてる、バッチリやれてるじゃん。エリソン選手相手にねすげーやれてたよ。マルシーニョ選手も抑えてましたね。ちょっとミサオ選手一人では厳しくなってきたなという時間帯を救世主のように助けてくれました。もう本当成長したな津久井選手。今シーズンそれこそ紅白戦で鈴木優磨選手とかチャブリス選手相手にやってるもんな。津久井選手終始笑顔笑顔でした。試合に飢えているというのが本当によく伝わります。すげー楽しそうにサッカーやってる、試合やってるっていうのは見てて伝わってきた。津久井選手のプレーはね見ててワクワクするわ。本当は守備の選手なんで落ち着いて見られる、安定感があって見られる方がいいのかもしれませんが、ワクワクするというのもまああってもいいかなとは思います。最後クリーンシートで終われればよかったんですが、まあ1失点、まあ、シュートそのものはねしゃあないっちゃしゃあない、止められればスーパーなんですけど、まあ決められてもしゃあない。あの場面でファールになったこと、ファールを与えたことじゃないですか。例えばあの場面でファールを与えたのが船橋選手とか津久井選手だったら、若さが出たな、これも成長だ、糧だなんだけど、ライコ選手となるとやっぱどうしても外国籍選手は厳しい目で見てしまうので、最悪ファールするにしてももうちょい早い段階でやってほしかったなってのは。そうすればシュートが入んなかったかもしれない、距離があれば防げたかもしれない。そうだ、あと津久井選手最後カシマルというあの試合終盤にボールを相手コーナーでキープするプレーがあるんですが、あれをやってほしかったんですよね。あれをやらずに中に簡単に折り返ししてしまったので、そこだけちょっと残念でした。僕はそれが見たかったです。あれユースは未だにバリバリやってくれるんですよ。トップチームでも見たいんですけど、今もうトレンドじゃないんですかねあれ。いやいずれにせよ船橋選手といい、津久井選手といい、徳田選手といい、若鹿の活躍はもう見ててワクワクしますわ。特にもう船橋選手と津久井選手がなぜ今まで全然出番がなかったのかが不思議なぐらい。育てて勝つという鹿島らしい勝利でしたね。さて次は溝口選手ってとこかな。今日の試合のまとめです。なんだかんだ点差はあったものの、毎年いつもひりつくひりつく川崎戦だったなという感じではありました。でも2点目は必然性を感じたよ。ショートカウンターの狙いどころといい、豪快なシュート。前半は鹿島のゲームで後半は川崎のゲーム、違いがあったのはシュートが入ったか入らなかったか、まあ、そんな感じだったかなとは思います。実際さっきも話した大ピンチのうちどっちか一つでも入ってたらやばかったでしょ。どっちも入ってたら散々もうそのなんだあと1点取る元気があったかどうかは考えたくない。いつもの川崎戦になってしまったかもしれません。今日の MVP は関川選手、諸岡選手2人にしようかなと思ったんですけど、でもやっぱり安西選手でお願いします。あの躍動感は今日最高でした。僕の方はね今めっちゃくちゃ迷って悩んでいろいろ考えて、最後まで試合出場してくれれば知念選手だったんですが、まあ、なんだかんだ諸岡選手かな。ゴールこそ決まってないんですけど、役割は今日めちゃくちゃ大きかったと思います。特に前半は大きかったです。川崎ディフェンス陣を下げる、体を張る、ただやっぱシュートゴール、そこがねゴールに一段と近くなった分、そこは本当違い見せないとね。仲間選手も良かった、鈴木優磨選手も良かった、柴崎選手も良かった。今日は本当 MVP 以外にもすげーいいプレーしてくれた選手がいっぱいいると思います。鬼木監督の前でいいアピールになったのかな。いろいろと報道されてる鬼木監督ですが、退任、川崎を退任にはもう決まってるということで、その後どうなるか鹿島サポーターとしてもいろいろモヤモヤしながら、そうですね、鬼木監督の去就に注目ですね。温かく迎えましょうよ。それでは次の試合もアントラーズを応援していきたいと思います。次の相手は名古屋。果たしてこの動画が出る頃、名古屋はルヴァン王者になっているのかいないのか。まあ僕としてはね、それはやっぱ新潟の方を応援しちゃいますけどね、ルヴァンカップの方は。いやしかし勝ってよかった。これもジーコ効果かな。ジーコ効果であってほしいのもある。ジーコカーニバル、温かく迎えられますね。あとはレオナルド氏も来ますね。はい、それでは一旦鹿尾くんを挟んで後半に続きます。皆様最後までよろしくお願いします。いやー川崎っていいクラブですよね。何より監督が素晴らしい。さぞかし歴史や伝統のあるクラブで指揮を取っても成功を収めるでしょう。さてと、お父さんから頼まれた鹿島さんの特別製菓子折りと鹿せんべいを持って、
それでは行ってきます。チャンネル登録よろしくお願いします。鬼木監督、何卒アントラーズをよろしくお願いします。それじゃここから先はピッチの外の話です。今回は来年のファンクラブやチケットの変更点の話です。先日来年のチケットファンクラブソシオの概要が発表されました。これは詳しくはアントラーズオフィシャルサイトを見てもらうとして、簡単に言うとまずサポーシーサポーターズシートのシーズンチケットがユニ付きのみとなりました。ユニは数年に1回しか買わないから、今年はシーズンチケットだけ買うってわけにはいかなくなったんです。それからカテゴリー1や2の細分化、ソシオ席の細分化と特典がオプション化ですね。あと長らく冊子だった月刊フリークス、これが写真や動画中心のコンテンツとなって刷新、月額990円、高い。今までのフリークス年会費5000円のやつは来年からはレギュラー会員と呼ばれることになります。こちらも特典が変化で、これらに対してまあまあ SNS で解約だと話題になってますし、これねクラブとしてはあのコアサポにはそんなにアプローチしてないなぁ感はありますが、まあコアサポね、深いサポーター、とりあえず一つ一つ見ていきましょう。あ、その前にまず今年までカテゴリー1の端の方、外側の端の方だった席は来年からはカテゴリー3の北&南という席になります。で、今までカテゴリー3、今年までカテゴリー3だったところは来年からはカテ5の南っていう風に呼ばれます。まあ、これね言葉で説明しても分かりづらいと思いますんで、実際にはアントラーズオフィシャルサイトの画像をご覧になってください。下手にオフィシャルの画像を YouTube に貼ると著作権とかあれなんで、うん、怖いんですよ。そらもうクラブに迷惑はかけられませんからね。あんだけシカオくんをいじ、シカオくんをそのね、ネタに使っといて。ね、はい、本題に戻りましょう。結論から言いますと、一番割り食ってるこれは多分サポシシーズンチケット、まあ、通称シーチケ組、このシーチケがまあ値上げがでかい。今年のシーチケって26,500円なんですよ、シーズンチケットだけだと。これにユニ付きが44,500円、それに対して来年はユニ付きのみの販売となりまして53,900円ですね。つまり単純計算で9,400円の値上げ。まあ実際はユニ自体も今年と比べて1100円値段が上がってるんで、そこを差し引いたとしてもシーズンチケットそのものは8300円の値上げとなります。そりゃチケット試合ごとに買うよりは安いとはいえ、まあまあこれはお高い、上げましたな。お得感がちょっとなくなっちゃうかな。ちなみにチケットユニを全部定価、これで買うと約8万円、ファンクラブ年会費5000円払って会員価格だとしても73,000円ぐらいだったかな。だからそれに比べれば53,900円はまあ確かに普通に買うよりは安いんですよ。安いんですが、うん、まあそりゃねサポ的にはタイトル取ってくれればチケ代なんて気にならない、全然ならないとしても、まああげたな、うん、あげたな。Cチケの一番のメリットはなんといっても15分先行入場、これがでかいんですよ。試合ごとにバラで買うより安いのもありますが、Cチケ買う人が一番メリットに感じてるのはここだと思います。この先行入場してる人が一般入場してる人の分の席も取っちまうという闇の部分もあるんですが、今回はそれはテーマじゃないんでまたちょっと置いときます。わかりました。クラブとしてはこの Cチケ買う人は、まあ、このぐらいの値上げしても買うだろうなと踏んでるわけですな、うんうん、約1万、15分入場先行入場に慣れた人はもう今更やめられないでしょう、やめないでしょう。15分19試合を1万円で買う、まあ、Cチケの価値は、うん、半分ぐらいはもうそこにあると言っても過言ではないのでは。その15分でいい席を取るなりスタグルに並ぶなり、それからそこに加えてこのシーズンチケットのみを買ってユニ買わなかった人ってのはどれくらいいるのか、まあ、正確なデータはねそりゃクラブにしか分かりませんが、Vlog 動画であの先行入場列よろしくお願いします、今日もよろしくサポシの皆様よろしくお願いしますっていうところを撮っていると、うん、あの先行入場列ってまあ体感6割7割は今年のユニ来て並んでるなーっていう気はするんですよ。基本的にはね今年のユニ買った人って今年着ると思うんですよ。あえて昔のユニ着るもわからなくはないんですが、基本的には今年のユニ着てくる人が多いんじゃないかなと思います。そんでシーズンチケットだけのプランがなくなっちゃってユニ付きのシーチケしかないなら、いっそのことシーチケ自体買わないって人はおそらくそんなにいないんじゃないかと思うんですよ。
よ。だったらこれを機にユニフォーム付きを喜んで買う。そこの層がユニフォーム付きを買ってくれれば、まあまあいい収入源ですな。ウハウハですな。ガッポガッポですわ。やっぱりユニフォーム着てるサポーターが増えるっていうのは目に見えて嬉しいですもんね。まあ僕ら二人して結局今年のユニは買わなかったんですが、このシーズンチケット、ユニ付きシーズンチケット53,900円にさらに2万円払うと、オプションで年に1回選手との写真撮影やサイン会、練習見学会に行けると。あら安い。ソシオのサービスがたった2万円。安いか年1回で2万だぞ。安いかこれ。そらソシオ様だったら安いかもしれませんが、シーズンチケットを買う方も安いかもしれませんが、僕らには年1回2万はぶっちゃけサイン欲しいだけなら普通にクラブハウスであの練習終了後にもらえるんですよ。言い方あれですけど、それこそ無料で1円も出さずにもらえる。練習なんてタダで見れんじゃん、サインなんてタダでもらえんじゃん。この価値観もどうなのかなというのは今になってはありますが、 あと中には鈴木馬選手みたいになかなか書いてくれない選手もいますんで、まあ、どうしてもそういう選手のサインが欲しいなら年に1回オプション2万、価値はあるかもしれません。はい、人それぞれでございます。しかしこのオプション2万でイベントに参加できる、これは今までソシオ様にしかなかった特典でして、まあ良くも悪くもその特典が2万でサポシ組にも与えられることになりました。まあこの辺はまた後で詳しくやります。あ、それと一応補足ですが、11月2日現在クラブハウスでサインはもらえません。今年の6月頃に選手のコンディション維持のため夏場のファンサービスはサインはやりません、写真撮影のみとなったんですよ。ただそれが未だにそのままということを考えると、このまま練習終了後のサインはなくす方向なのかもとも考えられます。今後はね、ちょっと残念だね。サインが欲しければオプションで2万円でございますよってことですな。次はソシオ様ですが、今年までソシオゴールド、これがメインスタンドの中央でお値段が18万5000円でした。ソシオシルバーはバックスタンド中央で13万5000円だったわけですが、こちらが細分化されます。ソシオカテゴリー1、2、3、4、5、6、さらに車椅子席も追加されます。来年は最も高い家庭1でも13万2000円です。今年の18万5000円と比べると5万円以上安いで、カテゴリー6であれば93,500円、一桁なんで今までと比べて若干のお手頃価格。ただこれ駐車場オプションは、いや、あの西側駐車場が3万、 B 駐車場が4万はねちょっとこれは単純にコスパとかタイパだけを考えれば、近くに民間駐車場がいくらでもあるんで、よっぽどそっちの方がいいかな。近くて安いです。だとすると直接クラブアントラーズに多くのお金を落としたいくらいしかこれ理由ないんじゃないかな。それから駐車場オプションとは別にこちらにも2万円のオプションがあります。あの C チケ組と同じ写真撮影とかサイン会、練習見学会の追加オプション2万ですね。そこは追加オプションになるんだ。そう、ソシオ本体が安くなった分こういうのは追加オプションになった。 C チケ組と同じ2万、追加オプション。これ去年はソシオ、まあ、今年もかソシオのだけのものだった権利特典が来年は C チケ組にも開放される。これはソシオ様としてはその面白くないのではと、自分たちだけの特別なサービス感が、まあね、そんな風にチンケな足目らとしては思ってしまうわけです。来年はサイン会に参加する人数はこれまでより間違いなく増えるでしょうと。そうなったら希望の選手のサインがもらえなくなるかもしれない。まあもちろんそこは抽選はソシオ様有利とかはあるかもしれませんが、そこは目に見えない形なんで、金払って確実にもらえないんだって。それは今のソシオ様だけですら抽選だもん。そこに加えて来年はシーチケ組も加わってくる。ますます抽選になる。これもっと分かりやすい形で一番高いお金払ってるソシオ様が一番優遇されるべきという公平なシステムになってほしいなとは思います。そしてフリークス会員、年5000円のフリークス会員、こちらも変わります。今までの冊子版のフリークス開放誌は終了して、今後は写真や動画中心のコンテンツとなる。これ僕がフリークスに求めてるのって、クラブが今起きてる現象に対して強化部や事業部はこういう風に認識でいますという考えを話してもらう、こういう文字コンテンツとかテキストコンテンツ、こういうのが僕が欲しいものなんで、選手の練習や試合の写真動画は SNS とか YouTube みたいに無料で見れるもんで僕は十分なんで、お金払っても見たいのはクラブの認識や考え方
なんですね、うん、まあでも今の時代これは超数派と言いますか怖さぽの考えなんで、まあ、多分今の電子フリークスアクセス数悪いのかなって数字が、まあ、だから変える必要があると、まあ、これは時代の流れでしょうがないかもしれませんが、月額990円は今のところ契約しないかな。 Amazon プライム550、あ、今はもうちょい高いんでしたっけ、と考えると990かとはなっちゃいますわ。過去の名勝負が見れるっていうところがまあ一つ美味しいポイントですかね。あとはこれまで話してきたアントラーズのこれからに対するその問題、そういうのを話し合う場はなくなってしまうんですかね。そういうのを新フリークスでもやってくれるんであれば契約するかもしれません。年会費5000円の方の旧フリークス、これはレギュラーと名前を変えます。お値段はまあ今まで通り年5000円で、冊子のフリークスがなくなったとなると代わりにその分リュックはついてくるんですよ。これがデザインは良くも悪くもとても無難で、イオンとかユニクロで 2,3000 円くらいで売ってそうなやつ、まあ、これこそオプションで良くないかと。アントラーズのロゴとかアントラーズのネームが入ってる感じないんですよね。見てる意図的にやってるんだと思うけど、グッズ珍しさは全然ない。あんまロゴがデカデカとしすぎると恥ずかしい、使いづらいというのって年齢層で言うと20代30代前半、10代かなと思ったけど、となるとそこら辺の人らに入ってほしいのか、年5000円ってこのレギュラー会員。まあそうとは限んないのでは。あとはレギュラー会員のメリット、チケ代が会員価格で買えるんで少し安くなる、早く買えるといった利点もありますが、総じてリュックいらんって人にとって今までより元は取りづらい。まあそれでも僕ら多分もうこう来年もこのレギュラー会員には入ろうかとは思います。クラブにも多少お布施はそれはやっぱしませんとね。フリークス読まなかった、それがリュックになった、やったっていう方もね大勢いらっしゃるんじゃないでしょうか。 SNS 上だけだったらあんまりそういう人は見ないけど、あんまそこに特化しすぎる、そこだけを見すぎるのも良くないんで、まあもしかしたらいるかもしれません。このレギュラー会員だとイーストゾーンで見る場合はレギュラー会員で1試合500円安いですね。一般前売りより500円安い。これを2人で行けば1試合につき1000円安く買えることになるわけで、そうなると5試合2人で行けばまあ元は取れる。5試合なら来年行くよね多分。まあ行くでしょう、行きますよ。そうなってると一番僕らの観戦スタイルに合ってるのはレギュラー会員かなと。あとはチケットそのものの値段ですが、今までカテゴリー1や2って結構広かったんですよ。広すぎたぐらい広いので、これが細分化されたのは大歓迎ですし、ある意味正しい公平公正になったと思ってます。一番内側のあのソシオと隣接してる席と一番外側の今年まででいうカテゴリー3と隣り合わせの席、これ見え方は結構違うんですよ。なのに料金が全く同じなのでなんだかなとこれは思ってました。だからここはむしろ適正価格適正価値になったんではないかと。僕がチケットの値段を決められるんであれば指定席のうち通路席とその隣の席、これを少し高くするんですよ。300円か400円ぐらい高くします。だって皆様あの通路席って大好きじゃないですか。コンコースに出やすい通路席は人気があるんで、値上げってのはそういうところをやるのが一番いいんですよ。スタグルにも行きやすい、トイレにも行きやすい、あとちょっと大きい動きもできやすい。そういう便利な通路席で見たい人には、まあ、少し多めに払ってもらうと。でそれが嫌だったら内側の席を取ればいいし、どうしても安くて通路席がいいと言うんであれば自由席のチケットを買ってスタジアムに早く来る。試合開始のまあ 4,5 時間前くらいに来ればイーストウエストゾーンならまず間違いなく取れます。サポシと違って面倒なシート張りのルールなんかもないですし、ただこの通路席だけ値段を上げるっていうのは J チケ J リーグ共通のチケットシステムではやってないことなんで、これをやるとするとアントラーズ独自でチケットシステム開発と維持をしなきゃならんので、やるとしても新スタジアムになっとき、まあやらない可能性の方が高いとは思いますが、やるとしても旧スタジアムのうちはわざわざ今のシステム改修やらんと思います。現状の予定でいくと今のスタジアムはおそらく使ってもあと10年ほどとなると、それまでにシステム改修してもあんま元取れないかもしれないんで、昨今インフレ物価高なんで全体的に値上げ傾向にあるのはまあ世の中の流れで仕方ないとは思うんですよ、まあね。そんな中来年も小学生以下無料、これは大助かりですよね。あ、そういや来年もそ
それ継続すんだっけ。いやーよかったよかった。2年目なんで今年ほどのインパクトはないかもしれませんが、継続してくれるだけでもありがたい。逆に言うと中学生高校生無料にはなりませんでしたね。まだその段階ではないというか、重要なのは少年のハート。少女もだよ、少年少女のハートですな。今年まで小学生だった子が来年から中学生になってスタジアムに来てくれるか、ここがねアントラーズとしても一つの考え方ですよ。本人が行きたいと言っても親御さんがお前は中学生だからもうダメだよっていうの、うん、まあね、まあ、そこで来年も呼べるんだったらもうそこで初めてサッカーアントラーズが文化になった、その子の中にとって文化になったということなんですよね。結局選手にもっと年俸をたくさん出したいんで値上げしますっていう説明がまあ一番丸いとは思うんですよ。クラブ側からそういう声明出せばいいのになと思うんですが、あんまそういうこと言うとあれなんですかね。じゃあスタッフの給料を上げたい、でもそんなに反発はないか。でもやっぱだったら選手に額を払うっていう方がまあまあ納得がいっちゃうんですよ。これがプロクラブだからその言い方すれば反発ないと思うんですが、これコンビニやスーパードラッグストアだと結構あるらしいぞ。従業員のためにまあそりゃそうだよなとは思うけどね。うん、原材料費が上がってるからそのための値上げはやむをえん。だが従業員の給料を上げるための値上げなどもってのほかっていう話は時々聞く。いやでもそれ言うなよって思っちゃうわ。もちろん直接は言わない。ネットでそういう意見は時々聞く。戦力維持強化のために昔よりも金がいります、だからサポからまあもっとその絞りますとなったらやむを得ないって言える。実際やるしかないでしょ。鹿島ってこの値上げに限らずだけどクラブの考えをサポーターに伝えるというのが苦手と言いますか、こっちからこの読み取らなきゃわからない部分が多くて、ここはねもう少し分かりやすく改善してほしいところはあります。小泉社長が KCNBC あとピボットみたいなビジネス系のチャンネルで話すことあるんですが、これ鹿島の公式サイトとか公式チャンネルで言えばいいのにって思ったり、そして小泉社長の話は結構難しい。ビジネス系のチャンネルで言ってるからっていうのもあるんでしょうけど、アセットとかファンクションとか循環型ミッションとかコンフォートゾーンとか専門用語は多くて、ファルスのファルシがルシでパージにコクーンとかああいうの、それはそれで何、ファイナルファンタジー13で有名なあれ。まあ今後も値上げはおそらく続いていくとは思います。それこそ10年後20年後にはユニフォーム3万、もつ煮1杯1500円とかになってるかもしれないんで、値上げに文句言うよりはやっぱメルカリでちょこっと増やす、お小遣い増やすとか、そっちの方向のがいいかなとは思いますんで、皆さん来年もアントラーズのことをよろしくお願いします。僕らもなるべくアントラーズ見に行きたいと思います。それでは今回の動画はここら辺で終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、グッドボタン、ベルマークの通知、アントラーズサポーター、タサポの方からのメッセージも大歓迎です。よろしくお願いします。兄は X、旧 Twitter もやってますんで、そちらも一つフォローよろしくお願いします。概要欄にリンク貼っときますので、ぜひともそちらから一つフォローよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次の試合も絶対勝ちましょう。名古屋に勝ちましょう。名古屋がねどういうチームか、攻めるチームなのか守るチームなのか、どっちかだね。タイトル争い、ガチのタイトル争い、ルヴァン決勝はマジで羨ましい。クソ悔しい。それでもとにかくホームゲーム、今度はホームで勝ちましょう。アウェー轟では勝ったんでホームで勝ちましょう。